Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Assassination League Chorus. Ja, was ist im letzten Part passiert? Wir haben im letzten Part gegen Alice Zugberg gekämpft, haben auch gewonnen. Ich muss das Offscreen machen. Dann hat sich irgendwie Yujios Angriff, beziehungsweise Alice hat sich verteidigt und wir, beziehungsweise Kirito und Alice, sind die Kathedrale runtergefallen. Kirito hat sich noch irgendwie mit dem Schwert retten können und auch Alice hat, ja, oder Kirito hat dann auch Alice gerettet. Yujio ist irgendwo oben und wir machen uns gerade auf dem Weg mit Alice mit einem Waffenstillstand nach oben. Okay. アオと思っても会えない状況は初めてかもしれない。一緒にいる時はそれが当たり前で、彼の存在をことさら意識もしなかったが、引き離されると妙に心もとない。アンダーワールドを取り巻く問題をすべて解決し、彼のフラクトライトを現実世界に移行させることができたら、アスナやリーファ、クラインたちに紹介するんだ。 俺の剣技を受け継いだ。いっその瞬間が待ち遠しくてたまらない。何をニヤニヤしているのですか？いや、ちょっと今後のことなどあれこれ考えて。それであのような緩んだ笑い方ができるのは、よほどの楽天家か、よほどの愚か者のどちらかですね。この石棚からの脱出さえおぼつかない状況だというのに。壁登りの方は月が登れば再開できると思う。 ハーケン、ああじゃない。鎖さえ作れれば特に難しい作業じゃないしな。得意げに言っていますが、鎖は豪素を変形させるだけ。月光の空間新勢力さえあれば誰にでもできます。この壁登りで最も重要なのは私たちの命綱ともなっているこの鎖です。ま、分かっているよ。君のコテと高度な物質変換術のおかげで鎖が作れたことには感謝しているってば。 物質変換術ではなく形状変化術です。どちらにせよ、君の新生術には助けられたよ。さすがセルカが尊敬するお姉さんというところ。お前今何と言いました？君には妹がいる、そう言ったんだ。私に妹？話すよ。 君が受け入れるかどうかは分からないけど、俺が事実と信じることのすべてを話しなさい。ただしお前の言葉が私をたばかるものだと判断したら、その時点で切り捨てます。構わないよ。俺を切るという判断が真に君自身の心から出たものならな。 なぜそんなことを言うかというと、君の中には君以外の人間に与えられた、しかしそうとは意識がない命令が存在するからだ。聖豪騎士の責務のことを言っているのですか？その通り。君の最初の記憶はアドミニストレーターが君に向かって、あなたは天から使わされた神の騎士なのですとか何とか話しかける場面だろう。 それは聖豪騎士は地上に使わされた時点で、ステイシア神によって天界の記憶を封じられるからと、いつかダークテリトリーの邪悪なものどもを打ち滅ぼし、騎士の責務を全うしたその時には再び神の国に迎えられ、私の両親や兄弟たちのことを全て思い出せると最高司祭様はおっしゃって。アドミニストレーターの言ったことは ほんの一部だけ正しい。確かに君は記憶を封じられている。だがそれをしたのはステイシア神じゃなく、最高司祭当人だ。君がこの人の世界で人の子として生まれ育ったという記憶なんだ。ありえません。最高司祭様が私たちの記憶をもてあそぶような真似をしているんだ。なぜなら君たちには自分たちが連行した 罪人たちに関する記憶の一切が存在しないからだ。罪人？そうだ。君は俺と相棒を中堅学院から飛竜で連行した。さすがにそれは覚えているだろう。忘れるはずがありません。私が罪人連行の任務を命じられたのは
お前たちが初めてですから。でも聖号騎士ディソルバート神聖室7は君のことを覚えていなかったぞ。8年前自分の手で北部辺境のルーリットの村から連行した幼いアリスのことをな。ルーリットの村、それが私の本当の故郷。ディソルバート殿が、つまり 私が、かつて禁忌を犯したとお前はそう言っているのですか。君の本当の名前はアリス・ツーベルクだ。果ての山脈に程近いルーリットという村で生まれ育った。俺の君が教会に連行されたのは8年前、つまり事件は11歳の時に起きた。君は勇士をと2人で果ての山脈を貫く洞窟を探検に行って、洞窟を抜けた先にある 人界とダークテリトリーとの境界線からほんの少し外に出てしまったんだ。つまり君が犯した禁忌はダークテリトリーへの侵入。いや、むしろ君はあの時死にかけた暗黒騎士を助けようとして。待てよ、俺はユージオからアリスの話をそんなに詳しく聞いていたのだったか。アリス ツーベルク、それが私の名前。ルーリット、アテノ山脈、思い出せない。君のお父さんはルーリットの村長で、名前はガスフト・ツーベルク。残念ながらお母さんの名前は知らないけど、さっき言った通り妹が一人いる。セルカって名前で、今もルーリットの教会で 修道女見習いをしているはずだ。お姉さん思いのいい子だった。教会に連行された君のことをずっと気にかけていた。セルカ、セルカ、思い出せない。顔も声も、私の口が、喉が、心が覚えている。アリス、何度も呼んだ。毎日毎晩。 本当なのね。私に家族が、父と母と、そして血を分けた妹が。アリス、取り乱してしまいすみません。いや、落ち着いたか。まだお前の言うことを全て信じたわけではありません。しかし、 私はお前と話したいことがいくつかあります。この世界について、最高司祭様について。ああ、俺もだよ。一つお前に頼みがあります。それは、この体に 本来のアリスの人格を復元する前に、私をルーリットの村に連れて行ってくれませんか。そしてもの陰から、ほんの一目だけでいい。セルカの妹の姿を、そして家族の姿を見せてほしいのです。ああ、約束する。記憶を復元する前に、必ずルーリットに連れて行く。絶対ですよ。わかりました。 それでは、人界と、そこに暮らす人々を守るため、私アリス・シンセシス・サーティは、たった今より聖号騎士の使命を捨て、アームス・アウゲ、どうした。右目が焼けるようです。それに、何か、 文字か。これは、ユージオと同じ。アリス、何も考えるな。頭を空っぽにするんだ。君に起きている現象は、多分教会に逆らおうとすると発動する心理障壁みたいなものだ。右目に痛みを発生させて、無条件の復讐を誘導しているんだ。そのまま考え続けると、目玉が吹っ飛ぶぞ。ひどい。こんな、記憶
Das Auge kann man im Endeffekt wiederherstellen. Mit Heilkünsten. この赤い神聖文字を私の目に焼き付けたのは、いや違う、と思え。この世界を作り、外側から観察している存在、創世記には登場しない神たちの一人がしたことだ。私たち聖号騎士が神の作り保った世界を守るため、神は信じてくださらないのですか。 Gleich habe ich noch was zu sagen. Oder ist mir noch was eingefallen? アドミニストレーター、そして名を持たぬ神よ、私のなすべきことをなすために、あなたと戦います。 Observatorium. Okay, was ich noch zu sagen hatte, es ist so rar, also die Welt erschaffen haben, wollen eigentlich, soweit ich das richtig interpretiert habe, ja, so ein bisschen auch das Flutlight, also die künstliche Intelligenz erforschen und oder auch die Seelen so. Und sie haben eigentlich nur darauf gewartet, dass jemand, oder so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch aus dem Anime, dass jemand den Tabu-Index bricht. So dass er sozusagen den eigenen Willen entwickelt. Darum ging es. Und Alice hat es als Erste geschafft. Also vor 8 Jahren, wo sie die Grenze halt übertreten hatte. Dann kam Yujiro. Sie haben sein Auge wieder hergerichtet, also per Heilkünste. Bei Alice haben sie aber wieder ein neues Siegel, glaube ich, eingefügt. Hat sie geschlafen? Was? Das faule Stück.私の服に染みろ。早く離れなさい。右目の封印が解け、気を失ったアリスを背負って、俺は95階まで塔の外壁を登り続けた。そして、さっきようやく95階に到達し、行政の暴漏から塔の中に戻れたというわけだ。 何だよ、アリス。先ほどはその少々言い過ぎました。なあ、さっき目覚めてすぐ離れろって言ったことか。あれは目覚めた瞬間、あまりにもお前が汗びっしょりだったので、それに
あんなに密着されることも初めてです。戸惑いました。もしかして騎士様が塩らしきお礼でも言ってくれるのか。礼節を書いた振る舞いは騎士として恥ずべきものですし、ともかくお前の労をねぎらいます。いいよ、そんなことより目は大丈夫か。俺の新生術じゃ直してやれなくてごめんな。いいえ、今はこの手当てだけで十分です。 後で私の新生術で直します。もえん。失われた目を復元するに足る量の酵素を生成するには、現状では空間新生力が不足しすぎています。ソルスが登るまでは不可能でしょうね。なら何かこういう鮮度のオブジェ、じゃなくて持ち物を新生力に変換すれば、それこそその鎧とか。鬼物新生力を還元する術は、 それ自体に少なからぬ新生力を必要とするのです。痛みはまだ残っていますし、右側の視界も少し制限されますが、どちらも戦えないほどの問題ではありません。しばらくはこのままで構いません。それにもう少し感じていたいのです。私が長年信じてきた氷境界と戦うことを決意した証である。分かった。もし戦闘になったら 右側は俺が守るよ。そういえば、あの友情というお前の仲間はまだここまで上がってきてはいないようですね。どうして？なぜならこの95階がカセドラルの外部に放り出された私たちが再び内部に戻りうる唯一の場所だからです。つまりもし先に到達していれば、彼はお前をここで待っているはずでしょう。なるほど、それもそうだな。念のため 彼の居場所を探してみたらどうです？そうだな。システムコール。ジェネレートアンブラエレメント。アドヒアポゼッション。オブジェクト ID WLSS703。ディスチャージ。青バラの剣の固有 ID をサーチした。何事も覚えておくもんだな。下だ。そのようですね。じゃあ悪いけど急ぐぞ。さっきの暗訴術の感じだと、 友情がいるのは結構下の階みたいだからな。私が先に立ちましょう。道をよく知っていますから。と言っても階段をただ降りるだけですが。そうだ、アリス、少し聞きたいことがあるんだけど。何でしょう？確か氷境界の上部には聖豪騎士団の他に元老と呼ばれる連中がいるはずだったけど、こんな高いところまで到達しても、そいつらを一人も見かけないのはどういう。実のところ、 私たち聖豪騎士にすら元老たちの全容については知らされていないのです。96階から上には元老院という区画が存在すると聞いていますが、騎士の立ち入りは制限されていますし。そもそも元老っていう連中の仕事は何なんだ？禁忌目録です。人界に暮らす全ての民が 禁忌目録を遵守していることの確認と、そして禁忌に触れる者が出現した時は聖豪騎士を派遣して事態の収拾に当たらせる。2日前、私が北セントリア集権学院にお前とユージを捕らえるために赴いたのも元老院から指令が発せられたからです。なるほどな。それってつまり元老院は最高司祭の仕事を代行してるってことか。でも 用心深いアドミンストレーターがよくそんな高い権限を与えたもんだな。それとも元老たちも聖豪騎士と同じように記憶を制御されてるのか。記憶の話はやめてください。今度は左目が痛くなったりしたら困ります。ごめん。でももう大丈夫だと思うよ。ユージョも一度封印を打ち破ってから特に何も起きなかったし。だといいのですが。 大丈夫か？問題ありません。行くぞ。Oh. Ich dachte, wir gingen jetzt gleich rüber zu Yuzhou, aber anscheinend noch nicht. Oh cool, wir dürfen ja auch mal mit Alice kämpfen. Was hat Alice denn so drauf? Hinter dir, Alice? Wo ist dieses komische Vieh da?
Level 18 ist das viel. Oh, 4600. Komm mal runter da. Warum sind diese diese Schergen so stark? Normalerweise sollten wir sie mit ein, zwei Hieben down bekommen. Ah, jetzt weiß ich auch, wie man die Superfähigkeiten richtig aktiviert. Schön. Kostet aber zum Teil auch Leben. Also bleibt das wenigstens was Besonderes. Ich blicke sowieso noch nicht so genau mit den ganzen Skillpunkten und mit dem Mana und da lege ich sowieso noch nicht so wirklich durch. Wie gesagt, Schule war nie so wirklich mein Ding. Hinter dir! Jawohl! Kirito ist noch nicht so weit, wir können mal schauen. Nee. Hinter dir, Kirito! Stirb doch endlich, du Vieh. Den Kopf hänge ich mir über den Kamin. Ich könnte mir die Dings einsetzen von Kirito. Jawohl. Das hat reingehauen. Droppt da irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Hi.
Können wir hier nochmal ein bisschen umsehen und wollte erstmal speichern. Vorsicht, selber zweimal, man weiß nie, was kommt. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Oh man, oh, das finde ich blöde. Die Entwickler waren zu faul, das da unten zu programmieren. Ach komm. Schade. Ich hätte gerne mal einen Blick nach unten geworfen. Ja, da geht's nach oben. Oh, hier sind aber Stühle. Kann man sich hinsetzen? Wahrscheinlich nicht. Sieht wie so ein Weihnachtssaal oder so aus. Jetzt nach oben. Und hier unten geht's zu Yuzio, ne? Okay. Dann würde ich hier einen Cut setzen. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Yuzio. Bis dann.